あのクソ帽子野郎、何かと思ったがこういうことだったのか。ナナシを信じるなら。だがここに書かれてる取材対象者が誘拐犯だ、多分。軽食類とエナジードリンクと、うん、頼まれたものは全部買えたな。これくらいはお安い御用だ。画像の場所が割り出せ次第そこへ突撃することになるだろうからな。犯人がいてバトルになる可能性だってある。体力は温存しておけよ。多分だ。ナナシのヒントを元にした考えだから、周りの奴らにはまだ言うな。バーンとか変に騒ぎ立てそうだしな。全部おふざけって可能性もまだ全然ある。違う、俺にふっかけてきたビリヤード勝負とあいつが思わせぶりに言ってたセリフだ。完全に転がされてたんだよ、クソが。いずれにせよ、おふざけなのかそうじゃねえのか、あの工場に行ってみりゃわかるだろう。だから今はリンクたちの特定を待つ。どうした？何か心配事か？安心しろ！お前には俺と蓮がついてる！探偵はどんな難事件も解決に導く力を持ってる。つまり俺たちが向かう先にベルベットはいるし、無事に救出することもできる。これは決定事項だ。あ？ああ、推理力も洞察力も蓮にはまだまだ及ばないが、この身のこなしと直感、そして燃える探偵魂で俺は事件を解決してみせるぜ。ああ、お前を守るためなら俺はどんなシークレットミッションでも。買い出しにいつまで時間かかってやがる。レン、バカか。画像の解析が終わるまで動けることもねえ。散歩しながら考えをまとめてただけだ。おいこら、なんで俺にスマホ向けてんだ。肖像権って知ってるよな、新聞記者様。アホ面。
ったく、能天気にしてんじゃねえぞ。マジで何かあっても知らねえからな。たくましいな。そりゃあんたの婆さん譲りってか。伝説の新聞記者か。すげえ婆さんだったんだろうな。大きなネタ？なあ、それについて婆さんが言ってたこと、なんか覚えてねえか？行き過ぎた正しさは悪になり得る。おい、お前ら迎えに来たぞ。迎えに来たっつうことは解析が終わったのか。ふん、俺たちにかかれば朝飯前だ。いやいやいや、特急で機材の使用許可取るのとか地道な照合とか結構大変だったけどね。場所は千葉の湾岸部だってさ、今から向かえば日付が変わる前には着けるんじゃね。急な出発にはなるが、準備はいいかい？ああ、さあ悪を懲らしめに行くぞ。